不正手形を乱発した松本構造九州電気軌道不正手形事件は九州電気軌道に代目社長の松本構造が専務在職中から約10年間にわたって社名手形を不正に発行し資金を支障していたという事件不祥事である。1930年に不正手形の存在が発覚し手形の回収が終わった翌1931年に公表された。 会社の発表によると、不正手形の総額は2250万円に及ぶ、旧機不正手形事件、旧機手形乱発事件、松本事件などとも呼ばれる。事件の舞台となった九州電気軌道は、1908年に設立され、現在の北九州市を中心に、電気軌道事業と電気供給事業を営んだ会社である。 神戸財界と地元財界が中心となって設立したもので、神戸川崎財閥を率いる松方孝次郎が初代社長となり、さらに松方の代理人、久保翔介が専務を務めていた。この松方は、第四代、第六代内閣総理大臣を歴任した松方正義の産卵で、妹孝氏の夫、すなわち妹婿に、松本孝三という人物がいた。孝蔵は、 大阪の合商松本重太郎の養子師で、アメリカ留学から帰国した後養父の事業の一つで、ある宝石事業に携わっていたが、1904年に養父の事業が破綻して失敗し、その後は留学時代に知り合った、武藤山地の秘書として、金が淵宝石に勤務していた。松方が九州電気軌道を設立すると、構造は、 しばらくしてから、その支配人に就任し、北九州へ赴任した。1913年12月には、専務の久保翔介と入れ替わりで、取締役,役に選出され、さらに1920年6月、専務へと昇格した。九州電気機動の社長は設立以来長年、松方孝次郎が務めたが、松方は経営する川崎造船所が、 昭和金融強行の影響で破綻してしまい、その後独自の新事業を立ち上げるとの理由で、九州電気軌道から退いた。これを受けて、専務の構造が社長に昇格し、1930年6月27日付で、九州電気軌道第二大社長となった。麻生田吉九州電気軌道と電気事業で競合する電力会社に、九州水力電気というものがあった。 同社は、後発の電力会社で、先に開業していた九州電気機道とは当初、協調関係にあったものの、1920年代になると、北九州工業地帯や地区法の初炭鉱への電力供給をめぐって、対立、需要化を相互に奪い合うという、電力線を展開していた。1920年代後半になって、新市協定を結ぶものの以降も対立が続いたため、 九州水力電機は1928年の麻生、滝地社長就任を機に九州電気軌道の株式買収による経営検証枠を目指すようになる。そして九州水力電機は九州電気軌道の大株主でもあった専務の松本構造からの株式買収を試みた。九州水力電機からは取締役の大田黒十五郎が構造との接触に当たり、 1930年8月、社長に昇格したばかりの構造からの株式買収に成功、手続きを完了した。構造は、松方幸次郎や松方が経営した15、銀行からも九州電気軌道の株式を譲り受けていたため、売買時には約35万株の九州電気軌道株式を抱えていた。株式を手放した構造は10月8日付で社長を、 辞任構造に代わって大田黒が第三大社長となり、麻生も取締役に選出、さらに九州水力電気常務の村上匠氏が専務に信任された。各して九州電気機動の経営権は新たに大株主となった九州水力電気に掌握された。ところが、経営陣の交代直後の10月11日夜、取締役となったばかりの麻生滝地は、 福岡県知事松本学から支給電報で呼び出され、翌12日朝に大阪へ出向くと、松本知事から、前社長、松本構造による長年にわたる社名手形の不正発行を打ち明けられた。そして大阪から堀の自定に戻っていた構造に面会し、本人からも事件を告白されたという。不正手形事件の発覚である。麻生は直ちに上京して、 当時の大倉大臣、井上淳之介に事後処理について支援を要請、社長である大田黒にも事態を告げた。大田黒から事態を知らされた専務の村上匠二が調査した結果、構造が過去10年間にわたって社員、社長員を不正に持ち出して関西を中心に振り出していた社名手形は合計2250万円に及んでおり、 支払い期日は早いもので10月16日に迫っていることが判明したという。構造はこれら期限が迫る不正手形の償還を株式上等の対価として交付された九州水力電機の社債の売却益をもって秘密裏に行う予定であったが、世界恐慌による社債価格の暴落でその計画が破綻したために松本知事に事態を告白したとされる。 構造が不正手形の発行に手を染めたのは、書が骨董品の収集、社交界での浪費、義計、松方孝二郎の金融支援などに充てる資金を得るためであり、また、会社の資金調達を円滑にするための株価の高値、移持操作が目的であったと指摘されている。不正手形の回収に当たった、村上巧路2250万円に及ぶ不正。 発行された九州電気軌道の社名手形は、基本的には構造からの資材提供で処分できる金額であったものの、資材の大部分を占める社債など有価証券はすでに構造の個人債務約1900万円の担保になっており、これを取り出すには個人債務も返済する必要があった。そこで会社は社名手形と個人債務双方を返済する方針を決定し、 政府の意を受けた日本工業銀行の協力のもと、次のような手順でこれを処理することとなった。九州電気軌道は、日本工業銀行から1500万円の融資を受け、この借入金で構造の個人債務を返済し、担保となっている、九州水力電気社債を収受する。九州水力電気は、日本工業銀行から2400万円の融資を受け、この借入金で、 九州電気軌道の手に渡った自社社債を召喚する。九州電気軌道は九州水力電気から受け取った資金で不正手形を決済する。手形処理完了後、九州電気軌道は配当源や新規事業の中止、株式払い込み金の徴収、構造の資材処分などによって資金を集め日本工業銀行からの借入金を返済する。 この手順にのっとり個人債務の返済と手形回収は秘密利かつ急速に進められたが、事情を知らない銀行から融資の継続を求められたり、日本銀行から急な手形回収を注意されたりするという一幕があったという。また手形回収に当たった専務の村上は、北九州の本社を不在がちになったが、当時会社では料金値下げ運動への対処にも追われていたため、 専務は当局への陳情、単眼に出かけているのだろうと思われて怪しまれなかった、というエピソードもある。不正手形の回収は8ヶ月後の1931年6月2日に完了。6月11日、重役会にて、社長の大田黒は初めて事件を社内に公表した。25日には、事件が新聞報道され、27日の株主総会にて、 一般株主にも事件の報告が行われた。また、事件の責任を取って、麻生、大田黒、村上以外の旧経営陣は辞職した。構造所有の美術品の一つ、国宝の一清色い十日門洋壺大田黒ら、新経営陣により、不正手形発行以外にも、構造ら旧経営陣が長年にわたり、業績を水増しし、 その上、負債への利払いに回すべき資金を配当に当てるという、いわゆる多古配当を続けていたことも明らかになった。九州電気軌道は、不強化でも年率12%という高配当を維持していたが、それらの業績は架空であり、一転して会社の構成を期する立場に転落した。そして神経営人の下で、無配断行、人員削減などの再検索が取られた。 1933年6月、三井銀行などの引き受けによる、社債発行に成功し、日本工業銀行からの借入金を返済している。一方、会社が構造から収受した資材については、有価証券は1934年までに、約3321万円で処分、所が、骨董品は1933年6月から、 翌年1月にかけて3回に分けて売り立て会を実施し売却して計501万8310円の売却益を得た。こうした資材処分でも不正手形個人債務約4150万円のうち309万8000円余りは回収できなかったがこれについては構造に弁償請求はせず毎期30万円ずつ焼却していった。再建の結果 九州電気軌動は1935年か未期に復杯を達成した。これを受けて、大田黒十五郎は社長を退任し、同年7月より、専務の村上卓美二が第四代社長となった。一方、松本光造は、翌1936年2月20日に死去した。長男の松本茂春によると、自身が相続した光造の遺産は12円50銭だけであったという。 ありがとうございます。